正直人不足だ。あ、もう終わったわ一回。とか終わったわ。最高のヘッドショットだった今。なんとなく打ったらいった。あ、そこまで入ったのか。だからか。やべえ。そんな何回も絡んだのって。いるわ。反対側行ったか。あ、もしいいんだそこの奥。とかエラー生きてたのか。死んでいい？ん？ダメだよ。敵伝統も許されないよ。あ、入ってきてる。いや、マッシュ。ナイス。あともう一人反対側。だと思うけど。一応、今、アッシュが死んだ方から来たら、あれで言うわ。こっちだ。カメラで。まだこっち側のカメラ生きてるからさ。まだトイレ側にいるわ。ん？堂々と位置張りしてんぞ。見てなくてもいいか俺。怖いんだけど。ジャンプしたら撃てるじゃん。ジャンプして。まあ無理せずに。ちょっとやだな。TK したな。TK。なんかそろそろこっちに移動してる気がする。それもあり得る。やべ。移動してる。移動してる。見てよここ危ねえ。見てる。危ねえ。こっちが開いたからファって思ったけど。あぬふわあ。キャッスル君冷凍弱いけど精度いいからね。これからキャッスル使おうかなって思った。だって適当に撃ったところにわざわざ入ってきてくれたんだよ敵が。でもキャッスルバリケード使いましたか。使ってねえよ。お前スパルスでも育てろよ。いやでも俺最初のキルは奇跡だと思ったわ。ハゲ使ってるのそっちがまだマシだ。最初のやつは奇跡だったわ。なんか、うん、一発試しに撃ってみたらちょうどそこに突っ込んできてくれた。スイッチスイッチ。さすがだわ。火花のやつでしょ。火花、うん、火花も突っ込んできてくれた。ちょうどいい位置だよねあいつ。最高にちょうどいい。ホンダもうホンダになりたいけどな、俺もな。なんか俺のドローンのスポン位置ここになるのが流行ってるらしい。俺は買ったわちゃんと。あ、これ自販機なんか入れるんだね。初めて知ったわ。ちょっとマウンテンドゥー買っといて。マウンテンドゥー飲みたいけどな、俺もな。どうすかな、俺もな。多分ね、ないと思うんだ爆弾。爆弾はないと思うな。あ、早い。おかえり。爆弾早いけど今スイッチだからベロさん音消した方がいいぞ。ドライ。いやドライスですね。ないんだけど爆弾。あ、爆弾じゃないってエリアだって。そう。じゃあエリア物質ないんだけど。何よ。どこにあんの。地下あるっけ。ここ開幕いそう。大丈夫でしょ。あ、これ2階閉めてるわ。2階。あれで屋上保証できるんだよ。あれで。え、どういうこと。屋上さっきリップ開けたとこあるじゃん。俺が開けてって言って、うん、あそこが閉められるわけ。その方法使うとどの方法使ったのか俺知らないんだけど。でも閉めてないよこいつ。何やってんだじゃあいつ。え、どうすれば閉められるの。俺待って、開幕と同時にジャンプしていく。頑張る。いけるんだ。うん、そういけるんだよあれ。意外と知らない人多いけど。やめてほしいな。どうしようかな。発見したから帰ろう。バルカス。バルカス悲しいな。あれインキャ死んでんじゃん。インキャ？インキャ死んだ。国さんの真横だけどインキャ死んでんの。大丈夫それ。うん、そこ平気。そこの窓見といて。左から撃たれそうで怖いんだけど。自由って本当見えねえよな。
ああいる。どうしよう。階段。階段がどこだかわかんねえんだ俺このマップ。そこ入って左、すぐ左のとこ。あとこれさ壁かすいで。いるけどし。壁かす。あ待ってこれジップか、これジップか、困った。あ、足まで通った。あ。手踏みばかりですけどな。どうしよう。足跡も見つかんねえし。屋上行き足跡見つかんのかな。もう遅いか。俺今やる気はゼロに等しいからね、これ。死んでる時点でみんな。よいしょ。で、これ俺がドローン見てる間に国さんが死ぬのがいつも恒例のパターンなんだけど。いるわ、その廊下に。うん、知ってる。エラーが。エラー？うん。敵に自由を破壊されたって俺が壊したんだけど。謎だよな、その文章。なんかね、その辺にエラーがいる。エラー階段にいたはず。まだいるわ。あ、味方は残り一人だ。ちょっとこっち来るのあいつ。やっぱエラってクソだわ。エラの銃の反動さ、なんかあと30倍ぐらいにしてほしいわ。なんでこいつ反動ねえの。頭おかしいんじゃないの開発者。ダメだ打ち勝てねえ。ダメだ打ち勝てねえ。やっぱエラの銃ってどうかしてるわ。あれだ、エラの銃だけアイアンサイト強制にすればいいんじゃないかな。むしろエラの銃だけハンドガンにあれがついてんだけど。すげえやめてほしいんだけど、エラ。ランスファイト。なんなのあれ。エラは。狙ったところに弾が飛んでくじゃん。エラはマップがなくなった代わりに強キャラ設定されてるから仕方ないんじゃない。やめてほしい。で、次のゾフィアも大概だと思ってるから、今俺。もうあいつらほんと銃作るセンスねえわ。銃作るセンス。え、でもぶっちゃけエラー以外普通じゃない？いや、無理やり普通に調節してるじゃん、後から。いや、DLC 組はそうだけど。ブラビブラビ。ブラビ？あれはもう完全にミスだろ。いや、悪いけど、ブラビと、あともう一人、あいつ？バルキリー？うん。あいつら俺最初は開幕ミスだと思ってるから。あいつら。というか DLC ほとんどミスだと思ってる。そこまでじゃないな。待って、俺デュラエースだ。実際バックとかいい精度してんじゃん、あいつ。バックなんかマイナーすぎてよくわかんない。あいつクソ雑魚の目口だったのか、バフにバフを食らって今やなかなかいいキャラ。俺よくわかんねえわ、このマップのキャッスルどこ。俺死ぬかもしんないからよろしく。失礼、ここを締めさせてもらう。ありがたき幸せ。あ、やべえ、補強してない。やっぱキャッスルって忙しいわ。今度使うのやめよう。なんだこの人、全部締めるの流行ってんの最近。最近流行なんかダメだこれ。キャッスルそこかよ。これあるとね、さっき開けた落とし戸が閉まるんだよ。どれ？なんかやってたよ。この真上。うん。外出て。まあ、どうせ暇だかなんかあげるけどさ。ロール。まあこうなるよな。なんかまあこうなるよな。てかなんか。あ、やべ。え、嘘でしょ。帰っていい。どこで死んだ君。それ君どこで死んだ君。やっぱキャッスルはね、もうちょっとね、バリケードバフするべきだと思うんだ。どういう風に？もうちょっと強くしてくんないかな。簡単に壊れすぎでしょ、最近。昔壊れない？なんでこんな簡単に壊す？ちなみに、彼女。うん。
あのゾフィア来たらもっと硬い掘れるよ。やめて。なんだろう、キャッスルを何だと思ってるのこいつら。何者かに追跡されてるらしい俺。隠れ強者だ、キャッスル死んでるな。俺敵につけられてるらしいよ。マジ？何者かに見つかってるらしい。まあここにいりゃ大丈夫だけど。ああ終わったわ。本当ひでえなこれ。あそっか俺。俺あれじゃねえんだ。助けて。あ、もう反対側も来てるし、反対側も来てるし。マジ救いねえだろ。これマジ救いねえだろ。ダメだこれ。いつものパターンで、いつものパターンがいつものパターン化したわ。わあ、しゃあないね。ああ。てかやっぱ結局上補強しても割れるな、島田のエリア。なんというかひどいわ。だから強化壁と同じ強さにしてくれるキャッスルをさ。それやったら実際どんだけ効くかな、分かる。いやもうそれ強化壁と今のキャッスルの中間ぐらいにしてほしくない。なんか壊れやすすぎ。普通のさ、あのあれで壊れないようにしてほしい。殴りかグラズでしか壊せないようにしてくれやさ。むしろグラズで開く方が問題だと思うんだけど俺。ああまあグラズをやめてさ、殴りをさ10回とかにすればさ、殴り12回じゃなくて、それは分かる。殴り10回でしか開かないみたいにすればいいのにさ。ブリーチングチャージは妥当だろ。あれはっきり言ってみんな持ってるブリーチングチャージで開くようなさ。いやだってあの貼んなきゃいけないんで、あれ貼る前に足元出てるとか思うけどね、チャス使うんだら。いやだって窓だったら受けてないじゃん。窓張んなよ。窓張るなよ。しょうがないじゃん。だって室内の窓とかあるじゃん。意味わかんないやつ。ああ、ここはちょっと、ぶっちゃけね、キャッスルは使えるエリアと使えないエリアの差がひどすぎると思うよ。まあ、ミラと一緒だよ、ミラと。キャッスルはなんか、コンセプトは良かったのに、なんか微妙なやつ。まあ、やっぱね。あれだと思う。はまれば強いけど、はまらないとくそ弱いやつだと思うわ。汚い画像を Twitch に貼ってはいけませんっていうことですね。でも実際2体残り人数少なくなってきたらキャッスル強いと思うよ。あれ後から貼るのは、まあね、後からスレッジとか、そう、足とか死んだ後に貼ればもうほぼ 100% 勝ちみたいなもんだし、まあ使い方でしょキャッスルも。あでも枚数もう一枚あったらいいなって思うことはある。まあそれだよ、何かやってほしい。強度はまあ諦めだけどさ、はっきり言って。だって殴り回数増やしてもね、ね、ふん。さて、じゃあ切るか。ね、ね。なんか結局人数の方から分かるわけ。ね、今誰が見てるか。ね、ふん、ふん。ね、ね、ふん。今3人いるぞ。知ってるよ。どうでもいい。ヤラマさんでしょ、多分。ね、ふん。ね、ね、ふん、ふん。ねえ、そろそろやめよう。